赤コーナーノック。そして、ノックを対戦相手、これまたいい名前だね、紹介しましょう。アコーナー、無天ロース。はいはいはい、ここもちょっと、バチバチ系バチバチ系ノック久しぶりじゃん、ノック久しぶり系知ってるこれ、今流行るやつ。いたじゃあノック一言をよろしく。楽しみます、楽しんでください。無天老師、いい名前つけたね。あ、無天老師っぽい、無天老師っぽい。その名前の由来は、マイク激闘です。かっこいいよね、激闘って言葉が似合う。だって髪の毛適当だもん。そう、邪魔だからって感じもね。よしよしよし、じゃあそれでは対戦してもらいましょう。どうする、先攻後攻。ペットボトルで了解了解了解。それではペットボトルに先攻後攻を決めてもらいましょう。よーく見ててよ、どっち向くと思う、これ。もう俺とこ向いたら踊っちゃうよ。行きましょう。はい、それ、いやー出ました、無天老師。それでは無天老師先行でバトルの方を行ってもらいましょう。 DJ ケースケよろしいでしょうか。さっきから DJ ケースケずっと長い間 パートナー務めてるけど、曲やばくない、いやーそんなに言ってきた、やべ。じゃあさらに盛り上げる曲、ホットな曲でよろしく。それではよろしくお願いします。ファンキーフレッシュ。
らしてる中で優しく微笑んで僕のことを見てくれてるこの水色のお姉さん、一言よろしく。俺の目見て言わないで勘違いするから何度も言うよ。誰がかっこよかった？Thank you。 なんかかっこよかったって言ってくれたのに。二人であださあ、ノックどう？自分のプレー。なんで爆笑です、ここ前髪のこと言ってたら足つりそうだったって。それでも必死にプレーしてたってことだよ。皆さんそれだけ必死にね、パフォーマンスしてるんです。やっぱ終わった後としてプレーしてるときはさらにみんなで盛り上げていかなきゃダメなんです。さあ、そんなことを言ってる間に得点が出ました。それでは赤コーナーのノックの得点から発表しましょう。赤コーナー、ロックの得点、45点。素晴らしい得点が出ました。それに対し、赤コーナー、無点老子、得点発表しましょう。34.5点。勝者、ノック。お疲れ様でした。2人に大きな拍手。大きな拍手。さあ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 。